ましたね。おめでとうございます。ということで、はい、また本年もよろしくお願いします。ということで、はい、やっと定番になってきましたかね、やっと、はい、ようやくやっと固定的に取れるようになりましたね。ということで、スタッフ2人の1月のスタイリングの紹介をしたいと思います。はい、1月も寒くなってきたので、このスタッフ2人の服装がどんな風に変わってきたのか、はい、っていうところをお見せできればと思います。じゃあまず僕から、はい、こんな感じで今日来ました。よろしく。なんか僕にしては意外と珍しいというか、あれかもしれないですね。冬に軍パン履くのあんまりないんで、なんか意外と最近そうですね。確かに軍パン履いてるイメージなかったんで、あとなんか最近自分のちょっとコーデ見返してて、はいはい、切れ目多いなと思って、あなんかつまんないなと思って久々にちょっと軍パンでも冬ですけど軍パン履いてみようかなと思って、はいはい、こんな感じのコーデを組んでみました。はい、細かいところ見ていきましょう。帽子は多分以前に乗っけたかな、はい、乗っけたというか、はい、紹介したかもしれないですけど、アメリカのハンチングの帽子で、年代はそんなに古くないっていうのが、はい、レギュラーヴィンテージのあれですね、うんうんうん、あのハンチング帽になります。で、上はこれも多分ミリタリーではないかなと思うんですけど、ちょっと何もなくて詳細わかんないんですけど、はいはい、スウェーデンのモーターサイクルになります。かっこいいですね、これ。ちょっとしたダメージとかも、そうなんですよ、うん、下のダメージがちょっと剥げちゃってるんですけど、はい、これも多分あれ周年記念でしたね。普通のキャンバスが入って、ああそうですね、キャンバスが多分周年記念で入って、はい、のそのレザーバージョンになりますね、はいはい、本当にミリタリーものでも多分50もっと前か、あれ1910年ぐらいから、うんうん、この形自体は存在してるみたいで、でもそこからずっと多分50年、そこからまあ70年代80年代ぐらいはあの普通のブランドさんがこうサンプリングして出してるとかは結構ヨーロッパでもあったみたいで、はいはい、結構普通の民間でもうこの形は見るかなと思います、うんうんうん、一応なんかトグルとかもなんかこんな感じで、はいはい、ダッフルコートのバイツみたいな感じのトグルがついてて、うんうん、これもなんかいい色の落ち具合というか、多分この黒で塗装されたと思うんですけど、ハゲかかってて、うんうん、逆にかっこいい雰囲気出てて、かっこいいなっていう感じです。ミリタリーものだと中になんかタグとかついてるんですけど、うんうんうん、これ一切ついてなくて、なんかこの 2B っていうちょっとなんかチェコ軍っぽいチェコ軍っぽいなんか表記のされ方してチェコではないはずなんだけど、そうですね、なんかミリタリーのそのだかなと思った点がちょっと裏地ですかね、はいはい、裏地がなんか、はい、ああ本当だ、なんかちょっとそういう感じのカラーリングだと、一応裏地もまあミリタリーっぽい感じの雰囲気はなんか武骨な雰囲気ですかね、はいはい、かなと思いつつ、まあ、よくわからないところまた面白いなって、まあそうですね、あと結構やっぱでかいサイズ多いんですけど、はいはい、僕で僕の身長168cmなんですけど、はい、僕でこのサイズで着れる、うん、なかなかないかなっていうですね、かなりいいサイズですもんね、うん、で中はこれ一見どうしようかなって、まあ、僕にしては意外と珍しいパーツが着てるかもしれないですけど、うんうん、それは鹿ですか。鹿です。面白い。中にこうデザインの、うんうんうん、文章みたいなのが入ってそうですね、サイズはちょっとルーズめ、はいはい、これ実は去年の12月12月の末に買ったので、これ一番最後去年に買った買い納めですね、買い納め商品です、はい、本当は気持ちいい、もうちょいサイズちっちゃい方が個人的にピタッとしてた方が、はいはい、インナー使いしたいんでなんかいいなって言ったんですけど、まあ洗濯と乾燥すれば縮むかなと思って、うんうん、まだ洗ってはないんですけどこのまま着てます。はいはい、それも柄が面白いニットですね。そうですね、なんか広げるとなんか裏地にこう赤い糸もしっかり入れられてる、なんかちょっとこだわり感じる、はいはいはい、続いてパンツ、はい、パンツはフランス軍の M35 モーターサイクルで、オーバーパンツなんでちょっとやっぱお尻はどうしてもなんかこういう感じで出てますけど、はいはいはい、サイズ表記が1で一番ちっちゃいやつになるんで、うんうん、まあ、僕でも全然裾絞れば、まあ、ジャストサイズが増えるかなって感じで、はいはい、一応開けちゃうとちょっとかかとをギリギリすっちゃうぐらいの感じになるので、あ、はい、ちょっと長めではあるんですけど、で横は自分で防ぎましたね。ここもともと貫通ポケットで、はいはいはい、あのよく開いてたり、あ、そうですよね、パンツ丸見えになっちゃうので、はい、ここは自分で塞いちゃったんですけど、僕はそこパンツ丸見えで何年間か入ってました僕はあの手に入れた瞬間に、はい、防ぎました、その場に。あ、これすぐやらないとあのやらなくなるやつ、そうですね、はい、まさにそうです。
は、よく履いてるアメリカ軍のイエスのサービスシューズ、はいはい、年代は90年代ぐらいの話もらえてます。なんか普段のちょっとクラシックな感じっていうかは、今日はちょっと武骨な男らしい感じ で、はい、そうですね、なんかレザー結構クラシック系に合わせること多いんですけど、まあなんかよくよく見たら、まあ、モーターサイクル、モーターサイクル、ああ確かに、まあ、あのいや要素合わせじゃないんですけど、はいはいはい、そんなんでちょっと雰囲気合うかなと思って、で普段僕もこれ前締めて着るの方が好きなんですけど、はいはい、前締めて着ちゃうとちょっとニットが、ああなるほど、ここが、はい、まあ一応なんかこう前上げて、なんかこの辺の中のデザインもちらっと見えつつ、うんうんうん、普通に羽織る感じもいいかなっていう。ですね。じゃあ僕はこんな感じで。はい、ありがとうございます。じゃあ次は僕、はい、いきます。はい、ということで、今日は僕のスタイリングは珍しくコートを着てます。そうですね、はい、逆ですね。逆ですね。普段僕が短いのばっか上に着てたりするんですけども、はい、今日はコートを着ております。ということで、またじゃあ全身一応軽く、はい、そうですね、ちょっと見せてから。全身見せてからって言ったら、今コートとパンツと靴ぐらいしか見えてないと思うんで、ちょっとこの後詳細を、はい、詳細を、はい、はい、今日はしかも珍しく僕帽子も被ってないので、はい、確かにそうですね、今日は割と珍しい雰囲気かもしれないです。ということで、まずこのコートからですね、コートはちょっとこれなんていうんですかね、ツイードのちょっとこうオレンジが入ってるような、はいはいはい、はい、色味で、で少し肩が落ちるぐらいで着てるんですけど、僕はこのぐらいのちょっとオーバーサイズ感の、そうですね、探してて、はい、でいいのないかな、いいのないかなと思ってたら、横浜で参加させていただいた VCM っていうイベントがあるんですけども、はい、そこでたまたまあのフラット見つけて、あのお安く買わせていただいたっていうようなコートになってます。なんか内田君もあのこういうコート系ちょくちょく調べて出てくるんですけど、なんかチェコスロバキア時代あたりのタグらしくて、はいはい、まあ、1970年代60年代とかそのぐらいなのかなっていうような、いやいいですね、雰囲気タグが、あと今チラッと見えちゃったんで、はい、このまま突っ込むと、はい、なんかそこのパイ、はい、パイピングこれですよね、はい、そこやばいですね、やばいですねこれ。パイピングにわざわざなんかこう飾り刺繍みたいに出てるっていう、すごいですね、うん、まだこれしかもちゃんと全部下の方までガーッと入ってるんで、もう全部入ってるんで、かなりやっぱこういうコート系の裏地のカラーリングはやっぱいいですよね、こういうなんかしっかりこだわって作られてる、うん、ですね、こうヴィンテージのコート買うのも久しぶりだったんですけど、やっぱ改めていいなって思うようなコートでしたね。はい、そして脱ぐと、あ、こんな感じの、こうなるとちょっと比較的僕っぽく、そうですね、よく見る大本さんに復活しましたね、はい、ちょっとこうテーラード系のジャケットと軍パン、スニーカーとか、はい、いった形で外していくようなスタイリングが僕は好きなので、そんな感じのスタイリングですね。このジャケットはこれもいつ買ったかもう覚えてないんですけど、数年前ですね、買ったシャンブレーのヘリンボーンっていうんですかね、かなりちょっと行きましょう、フレンチだと多分やばい、そうですね、やばいやつですね、生地感だと思うんですけど、はい、おそらくベルギーなのかなとは思っております。一応後ろがこう丸パンガルの仕様になっているものなんですけど、はいはいはい、僕がちょっとオーバーサイズに着てるせいもあって、この丸パンガルが向きにギュッとなっちゃうこともなく、あのシルエットもちょっとこうふんわり広がるような感じで、あのイメージとしてはサックジャケットぐらいの感じで着用できてるかなとは思っております。なんかベルギーのジャケットとかってなぜかこうちょっと軽く V ステッチっぽく、あ、そうですね、時々ありますね、そうなんですよね、めちゃくちゃ別にモンさんの V ステッチ、あ、そうですね、V ステッチみたいな感じです。別にそんなにすごい古いわけじゃないと思うんですけど、多分これも60前後ぐらいかなと思うんですけど、それでもなんかちょっとこういうヴィンテージっぽいデザインがあったとかで、意外と気に入ってよく着てるジャケットになってます。で、ボタンは自分で変えちゃってます。なんかもともとあの、はい、グレーのあのプラスチック樹脂ボタンとかそっち系かな、はいはい、ちょっとあんまりかっこよくないボタンがついてたので、それを自分でなんか家に余ってたドーズ、はい、ハンティングのボタンで、はい、付け替えちゃいました、はい、っていう動物ボタンカスタムいいですね。ですね、やっぱ定番にやりやすいですよね。ですね。で、そして次インナーですね。インナーこれあの多分スウェーデン の、はいはいはい、あのグランパシャツ、白いグランパシャツ、はい、を黒染めしてあるものですね。ただこれ別に自分で黒染めしたとかではなくて、黒染めされてて、しかもある程度色が抜けたものっていうのを僕で買ったっていうものなので、なんかそうです、グレーっぽい感じのカラーリングになってます ね、真っ黒ではなくてグレーっていうか、はい、ちょっと墨黒っぽいような色の抜け方をしているので、
あんまり真っ黒なシャツだとちょっと使いにくさもあったりするんですけど、このぐらいの色だったら結構合わせやすいので、あの重宝して着ております。そうですね、なんかグレーもう黒ブラックっていうよりグレーのカラーになってます。このベルトとかがブラックなので比べるとだいぶグレーっぽくなってるかなとは思います。っていうシャツを今日はインナーに入れつつ、そして珍しくタックインをしています。そして下のパンツパッと見 M47 っぽく見えるかとは思うんですけども、これドイツ軍の軍パンになっております。ドイツの50年代ぐらいの軍パンですね。正直かなり珍しいんじゃないかなと。そうですね、はい、全然見ないですねこのパンツは。で、ね、はい、で、あの M47 とちょっと違う点としては、今ちょっとここにあるんですけど、普通にドローコードがついてるっていう点と、あとはここから下ちょっとこう切り替えが、はい、切り替えというか当て布ですね、はいはいはい、がされているっていうのがあの主に違う点なのと、あとはここに地味にワンタック入ってます。あ、本当ですね。そうなんです、タックでつままれてますね。ここはあのベルトがベルトでギュッと絞ってるから出ちゃってるわけではなくて、はい、ここ地味にワンタック入ってるので、そこも47と違ってよりここがボリューム出るようなパンツなのかなと思います。あとやっぱり47って後ろのフラップのポケットって2つありますよね。2つあります。これ確かこっちしかないですよね。あ、本当ですね、片っぽだけですね。そうですね、片っぽだけ、はい、って感じで地味に47とちょっと違う点もありつつ、はい、っていった感じですね。なんか64と47パンツ足して2でもあったみたいな感じの、はい、でただ生地感としてはヘリンボーンなんですけど、あの47の後期のヘリンボーンより2倍ぐらい分厚いぐらいのイメージで、かなり、ね、分厚くなってます。ちょっと伝わりづらいですけど、そうなんです、なかなか伝わらないと思うんですけど、はい、かなりふかふかしてる、あの触り心地はモールスキンとか、ね、そっちの方に近いですかね。ちょっと柔らかくてふかふかしてるようなヘリボンを使われております。いった軍パンを履いて、で一応シューズはこれは、ターミガンっていう、はい、今あのスニーカーのショップでプレイグラウンドストアっていうスニーカーのショップがあるんですけど、そこがオリジナルブランドで出してる PG っていうスニーカーの前身かな、はいはい、になってたブランドになりますね。いや、なんかスタイリッシュでかなりかっこいいですね。そうですね、はい、これはあのそれこそなんかセールみたいになってて、ファミリーセールみたいなのやってて、サンプルセールかやってて、そこでなんか倉庫から出てきたからって言って安く言ってもらったんですけど、いいですね、はい、全部ブラックのスウェード で、はい、であのここフリーロックあの仕組みでいい、はい、こうカチッと外すともう緩んで、スノボのブーツみたいなやつですね。あ、そうです、スノボ、はい、あとあのゴルフシューズとかにもたまにあったりするような仕様なんですけど、はいはいはい、まあ、こういった仕様が履きやすいし、ちょっと他のスニーカーとも違うし、スタイリッシュでかっこいいかななんて思っております。こういった感じで珍しく僕はコートのスタイリングでした。はい、ということでスタッフ2人のスタイリング紹介いかがでしたでしょうか。まあこれからも引き続きスタイリング紹介、はい、そうですね、やってあの毎月、今年はしっかり毎月、そうですね、今年はやっていこうかと思っております。はい、ということで今回の動画が面白いな、参考になるなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとはスタッフ2人のインスタグラムと、あと当店のインスタグラム、オンラインストアの方もよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。